はい、ということでやっていきましょう。どうもラルでございます。ということで今回はですね、スマホ版にゃんこらい戦争ほわかな方でやっていこうかなと思うんですけれども、今回ですねやっていく内容に関してはついにやってきましたということで、にゃんこ大戦争9周年ということで、まあ本日のですね11時からですねこちらのログインスタンプの方が始まったわけなんですけれども、まあとりあえず今回はですね、まあログインスタンプだったりまあいろいろですね、もうイベントの方が来てると思うんで、今回はそちらの方を確認していこうかなと思います。ということで早速ですね見ていこうかなと思うんですけど、もうゲットしたんですよね本日分は。ということでこちらでございます。猫缶プラス20をゲットした。9にゃんこ大戦争は今年で何周年ということで、まあこれはもうねもう皆まで言うなって感じがしますけれども、まあヒント、ゲームのタイトル画面をチェックということで、分かった方はコメントで書いていただければなと思います。はい、ということでまあとりあえず今からこちらのログインスタンプの方をですねちょっと見てみましょうか。もうなんかわけわかんないサイコロの方あるんですけど、これ何なんでしょうね。まあ明日ですね、とりあえずこれの方が配布されるので、まあそれもちょっとおいおいやっていこうかなと思うんですけども、おレアチケットがやっぱりもらえるんだね。これ全部で9枚とかじゃないのこれ。いやでももっともらえるんじゃないの。ちょっと待って、すごいよすごい。これ2日ごとに、あ2日ごとじゃないや、まあまあ2日ごとでもない、1日ごとなんだ、待って待って。はい、ということでちょっとレアチケットがねもう大量にあってめちゃめちゃ興奮してね声が出なかったんですけども、まあとりあえずですね数えてみたら全部で9枚ありますね。ということでまあこのログインスタンプすべて埋まればですね、レアチケットを9枚ですねゲットできるので、ぜひですねログインの方してほしいなと思います。まあこのサイコロに関してもねまた明日、ゲットできるのでなんだか見ていこうかなと思います。じゃあとりあえず行きましょうか。はい、さてことで来ました。背景がおーすごいよ、もうすでにすごいよ、もうすごすでに待って、もうなんかすごいことになってるんだけど、はい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 、あいつも通りこちらでございますね。はい、ということでもう背景のこの襖がすごいね。ということでなんだこれは、スペシャルミッションににゃんこ大戦争ウルトラクイズ91、箱の中身クイズが、追加されたんやということで、あそれなんかあったね。うん、これなんだろう、まあ見てみるかね。ということで、まあ、いろいろなんかあれですね、日付によってあって、このね、100万ドル相当、ニャンピュータ資産って、どうなんだろうね、まあ、人間界だと、いくらになるか分かりませんけども。はい、ということで、じゃあ、襖もしかしたら、これも変わってんじゃないの？ちょっと見てみるか。いくよ。はい。あー、変わってるね。こいつか。はい、ということで、どうしようか、どっからやっていく、もうなんかすごいんだけど、ちょっと待って。まずこれだね。うん、これから詳細から見てみましょう。ということで、まあ、初回ガチャ割引スタートということで、まあ、これもかなりでかいところ。で、あとは、必要統率力半減、これでかいね。サブアカリ今宇宙編回ってるんで、これめちゃめちゃでかい。ありがたいね。で、EX キャラクター半額セール。まあ、これもどうだろう、サブアカで、まあ、一体もね、ちょっと購入してないんで、まあ、そろそろちょっと購入したいところなので、ちょっとやろうかなとは思いますけども。あとは、あれですね、まあ、購入限定のレアガチャ猫でございます。それだったり、あとは、また来たね、これ、日本編第1章クリアで、プラチナチケット1枚ゲットですね。いやこれもですね、とりあえず、近々やりましょうか。はい。そういえば、魔界編クリアのね、レジェンドチケット、まだ回してないんだよね。あれもちょっと回さなきゃね。はい。ということで何、お祝いステージ、バースデープレゼント、毎日クリア&ログインボーナスで、猫缶が900個ですね、ゲットと、あとはこのサイコロ、謎のサイコロが9個と、あとレアチケット9枚。はい、そんな感じでございます。さっきやったねログインボーナスに関してはね、ということで、まあとりあえず今回もあれだよね、なんか前半後半みたいな感じでなんかいろいろね、出てくるのかなとは思うんですけれども、じゃあとりあえず早速ですねステージの方ですね、やっていきましょう。この、バースデー、あちょっと待って、あ、まあ、バースデークイズやるか。あバースデークイズってなんだよもうダメだね。じゃあバースデープレゼントからちょっと確認してみましょうかね。はい、ということで祝9周年ということで、まあまたあのケーキですよね、多分9が書いてあるケーキの方が出てくるのかなとは思うんですけども、どうしようかな。せっかくねあのあいつがねなんか出てきてたんで、ちょっと編成にやつを入れてやってみましょうか。はい、ということでせっかくなんでこいつですね、猫クイズ王の方編成に入れて使っていこうかなと思います。まあクイズにちなんでっていう感じなんですけども、まあとりあえずやってみましょうか。じゃあ行きましょう、出陣。さあということでやっていきましょうか。あー本当にケーキが9になってますね。はい、ということで相変わらずでかいね。まあいいや、とりあえず出しようかね。はい、クイズ王の方出しまして、とりあえずこんな感じでやってみましょう。でどうしようか、その箱の中
中身のやつもちょっと気になるんで、ちょっとそれもちょっとやるか。まだ時間の方があり余ってるんでね。はい、まあ、そんな感じでちょっとやってみましょう。で、あとどうしようかな。なんかちょっとやりたいことがなんかあったんだけどね。ちょっと思い出せないけど。まあ、とりあえず。お、いい感じでクイズを。あ、意外と結構こいつ、そうだね。出せたんだね。あ、量産できるんだね。おー、いいよいいよ。いい感じいい感じ。オッケー。このまま頑張ってくれ。よーし。まあ、なかなか最近こいつもね、使う機会なかったんでね。まあ、この機会なかなかいいよ。いいよ。あー、そうだね。せっかくなんで、こいつのちょっと日本回らせたいな。せっかくなんでね。まあいいや、ということで、すごい。もうクイズ王だらけになってるね、これね。いい感じ。いや、どんどん吹っ飛ばして。さあ、ということで、まあとりあえずね、あとは、あれ、なんかレアガチャなんか来てたっけ？なんか、極猫さんみたいに見えたんだけど、あれは、極猫祭だよね。いや、なんか最近ほんと喉悪いな。なんなんだろうね。ちょっと、喉飴を舐めながらちょっと動画を撮らなくちゃいけませんけど、まだ吹っ飛ばすんだね。意外となかなか、あ、倒れました。はい。ということで、じゃあ早速、報酬の方を受け取りましょう。ということで、はい、ということで、猫缶20でございます。はい。まあ、合計50個ですね。ありがたいでございます。はい、箱の中身クイズをやろうと思ったんですけれども、ちょっと久しぶりに大逆襲のね、タックマの方ですね、ちょっと来てるので、やっていこうかなと思います。まあ、ちょっと箱の中身に関してはちょっと次回やろうかなと思うんで、ちょっと我慢いただければなと思います。まあ、とりあえずこれもね、ちょっとサクッと終わらしちゃいましょうか。はい。いや、久々だよ。めちゃめちゃ久しぶりなんだけど、ちょっと編成大丈夫か、これ。久しぶりすぎて、ちょっと待って。ちょっと編成変えなく、ま、ちょっと待って、こいつなんか進化前になってるんだよね。ま、いっか、これでとりあえず、やってみましょう。いや、すごい。久々すぎる。いや、行きます。スチーム！いや、だいぶ久しぶりなんだけど。うわ、まあ、とりあえず、これも多分、あと何回か来るよね。まあ、なので、まあ、最近ちょっとレアチケットじゃなくて、ニャンチケか、ニャンチケもなんか消化しちゃったんでね。確か何から消化したんだよ。確かあれか、データが使えなくなった時かな。それのなんか雑談で使った気がするんでね。またとりあえずちょっと近々レアチケットの方も貯めつつ、ちょっともういいや、もうこの辺で行くか。さあ、ということで行きましょう。まあもうこれはもう、壁量産でしかやったことないんでね、他の編成はなんかあるかね。それもちょっとなんか、やれればなとは思うんですけれども、まあちょっとね、いつも通りの編成でやってしまうんで申し訳ないですけども、まあ多分これもうじき終わるよね。はい。さあ、頑張れ。よし、オッケー。ということで終了でございます。いや、でも早くやりたいよ、クイズのやつ。ちょっと箱の中身ね。まあ、ちょっと、次回やります。はい。はい、ということで、ニャンチケ5個もいただきましたとさ。はい、ということで、今回はですね、まあ、9周年が来ましたということで、まあ、ログインボーナスだったり、あとはいろいろステージの方ですね、まあ、軽くやってみました。まだですね、ちょっとやらなくちゃいけないことがたくさんあるので、また次回ですね、やっていくので、そちらの方も見ていただければなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。